ペットグッズショップ NC です。本日は麗子青木トートバッグ中サイズマンハッタンカフェシリーズをご紹介いたします。こちら、秋のマンハッタンカフェで、女の子が、読書しているイラストと、そこの横に、ちょこんと、女の子を待っている茶色いプードルが可愛いイラストが描かれています。こちらのイラストは、両面とも同じように印刷されておりまして、とても可愛いデザインとなっております。こちら、ファスナートップは、麗子青木の、ロゴ、ブランドのロゴ付きです。中は、マチも、結構、大きく取ってありますので、荷物がたくさん収納できると思います。また、小物の収納に便利な内ポケットが2つ付いております。とても人気の高いデザインのバッグとなっておりますので、プードル好きの方にもおすすめの商品となっております。